きチャンネルジョブ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、前々回の総チェックかな、うん、予告した、はい、もう残り40試合切るか切らないかぐらいですけども、はい、ある法則を見つけました。里崎法則、はい、もう優勝するチームと最下位になるチーム、はい、もう予言します。今シーズンのですか？うん、まだ結構残ってますよ。でももう、はい、この法則に当てはめると、はい、そうなるっていう。最下位も分かるんですか？うん、分かっちゃう。その里崎指数、はい、見つけ出して、うん、その法則にのっとってやると、はい、ここが優勝する確率が高くて、はい、ここが最下位になる確率が高いんちゃうかっていう。もうこれはね、もう導き出した。100% はさすがにはないけど、うんうん、かなりの高い確率で、はいはい、指数って何ですか？指数、それは言えないよ。それ教えてくれないんですか？それはここから大型企画が続くから、はい、最後に、うん、これなんかあれなんですか？私すみません、本当にどういうふうに指数を出して、うん、どういうふうに分析してるか何も知らされてないんですけど、今日この動画が出るのは、はい、今日が15日、はい、だから17日です。朝で、はい、明後日、うん、この動画は水曜日です、はい、に出ます。うん、今日8月15日月曜日、はい、で17日に出ます。うん、でその後の大型企画が20、21、27、28と出ます、はい、同じ企画なんですか？まあ同じこの法則にのっとって、はい、まあ、2000年以降の最強チームはどのチームだっていう、はい、最弱チームはどのチームだっていうのを、はい、うん、里崎指数にのっとって調べて結果を発表するんですけども、はい、それが全部終わった時にどの指数でどの方程式に乗っけて、うん、どういう理由でそれを算出して結果として発表しているのかを最後に言います。最初に言うと調べれるでしょ。はい、はい、じゃあ今シーズンどこがじゃあ優勝してどこが最下位になるかっていうのはいつ発表するんですか？今日この動画、はい、それはこの動画で言ってくれるんですか？はい、でもどういう理由で選んだかは言わないです。それ私はいつ教えてくれます？それは今日全部収録するから、はい、今日わかるよ。今日のじゃあ最後、うん、それはどのぐらいなんかこう分析したでも本当にこれって普通に20何年間のデータを元にした算出方法で、はいはい、じゃあ今日、はい、発表しましょうか。いいですか？はい、はい、じゃあセ・リーグの優勝するチームは、はい、2チームに絞られました。でも今の段階ではですよ、うん、この今日の時点ではヤクルトが首位、うん、で2位とも7ゲーム開いてる、うん、ってことはまあまあほぼほぼヤクルトですよね。でもまだ可能性がデータではあるってことですね。そうですね、データでは 90% の確率で当たります、うん、統計上は、うん、それはまあでも私の中ではヤクルトは普通に入ってるとやっぱ思うんです。はい、じゃあ2位の DNA？ じゃあ発表しましょうか。はい。90% の確率で優勝するチームはヤクルトです。はい、まあそりゃそうですよね。はい。でもこれはもうデータ上そうなってるんだよ。へー。でも、はい、僅差、うん、1ポイント差なんだよ。はい。もう一つのチームは。ポイント？はい。うん、もう一つのチームがこの計算上1ポイント差でなんと阪神が2位できてるんだよ、このデータ算出によると。今だとまあすごい競ってますけど7ゲーム差で DNA が2、うん、で 2ゲーム離れて巨人、今阪神4位なんですよ。うん、そうだ、うん、これデータによると、はい、22年間の蓄積で、はい、この阪神のこの数字でいうと22年間のうち1回だけその数値でも優勝してるのよ、チームがあるのよ。はいはい、でもだって 90%、うん、22分の20ヤクルトが優勝するっていうデータが出てるんだよ。あ、そういうことですか。うん、22分の20、はい、ヤクルトが優勝する確率出てるけど、はい、22分の1、うん、今のデータでも阪神が優勝する確率出てる。わー。でもまあほぼほぼでもこれを阪神が上回る可能性あるから。はい、その1ポイントが何なのかが全く分かんないんです。これ1ポイント差なのよ、はい、これが、うん、だからここを超えれば22分の20に阪神も入ってくるんだよ、はい、まさかの大逆転が、はい、だからヤクルトが阪神、はい、目があんのが。でこれ最下位も分かるんですか？最下位分かる、はい、最下位はね、はい、中日です。まあ現段階でも最下位ではあるんですけど、はい、まだ3ゲームで最下位はね 82% の確率で中日が最下位です。最下位ですか。もうそのデータって何なんですか。それ、まあ、本当に最後まで教えてくれないんですか。教えない。じゃあこれ何の根拠があって言ってるか分かんないじゃないですか。これを見続けたら分かるよ。まあまあ最後まで見たらどういうデータでこう言ってるのかが分かるってことですか。それ誰が考えたデータなんですか。俺。それ正しいんですか。いやだから正しいも何も20統計だから正しいとかじゃないのよ。統計が統計したんですね。そうそう、俺が考え出したじゃなくてこの数字に基づいて調べるとどうなんだろうなっていう統計なのよ。その数字が気になるな、どこを出してるのっていう。でもう1チーム可能性あるチームあるのよ、最下位の。あ、そうですか。へえ。巨人です。巨人も上がってきましたよ。いやいや、もうこれデータ上最下位になる可能性があるって出てる。1回目5位ぐらいまで行きましたっけ。だけど今ね3位にまたちょっと上がってきて、何かとか連続今勝ち越してて、ちょっと中日の方がポイントが高いんで最下位になる確率はかなり高いけども、巨人も最下位になる確率はある。そうなんですか。阪神が4位で巨人3位なのにこの可能性があるってことですね、データ上ね。このあと40試合どうなるか分かんないよ。でも今日の現時点で言うと巨人の最下位の目もあるよっていうのが佐藤コンピューターの中では出てるんだよ。佐藤データの中ですね、出てるんだよ、可能性的には。じゃあパ・リーグは、パ・リーグは優勝するチームは西武です。へえ、そうなんだ。もう優勝、はい、ダントツで。あ、でもまだ 1.5 ゲーム差ですよ。でも出てるからデータで、データでダブルスコアぐらいで時点がソフトバンクです。今のじゃあ順位ですね、西武、ソフトバンク。これでもうでもちょっと倍ぐらい、約倍西武の方がポイント数が高いから、もう西武が優勝です。 1.5 ゲームしか離れてないのに今出てる。でもこの数字をこの逆転できればね、ソフトバンクがあるけども、パ・リーグでいうと 68% です。 68% の確率で西武が優勝します。でも90% の確率で西武かソフトバンクが優勝します。はい、どっちか。まだそんなに離れてないのにな。 1.51 ゲーム 1.5 でね。でも出ちゃってるのよ、データに。そのデータ何なんですか。でこれあれ一生もやっとするパターン。はい、でもパ・リーグ最下位ももう分かる。1球団ですか、可能性。いや2球団、2球団ある。でも、パ・リーグで最下位になる確率が今現状一番高いのはロッテです。それ日本ハムじゃないんですか。データ上はロッテだって。今5ゲーム離れてますよ、ロッテと日本ハム。5ゲームって結構大変ですよ。まあそうなんだけどね。でもそんな俺ゲーム差で見てないから。まあまあ、だからロッテが最下位になる確率は今現状で言うと 77% です。じゃあもう一球団っていうのは日本ハムですか。でもどっちがポイントが可能性高いかっていうと、今のデータ上はロッテの方が佐藤愛によると SI によると SI の中ではロッテの方が最下位になる確率が高いよっていうデータ出てる。でも日本ハムとロッテではまあもう9割どっちかが最下位になるっていうデータはあるんだよ。へえ。でもこれもやっとしかしないんですけど、ちょっと俺めっちゃ時間作ってやったんだよ、家で一人調べて、電卓やりながら調べて、それをこのデータに基づいてパッて見ても何書いてあるのか全く分かんないんですよ。基づいてやったらもうそう算出されて、もうだから分かっちゃったんだよ。だからもうセ・リーグの優勝する確率が一番高いのはヤクルト、でも1ポイント差で阪神もその権利があるからまだ可能性がある、阪神は。で最下位になる確率が一番高いのは中日、でも巨人も若干危ない、最下位になる確率があるよっていうデータが出てる。でセ・リーグはパ・リーグは西武が今一番優勝に近づいてる。でもソフトバンクも十分可能性はありますよと。で最下位はロッテが一番高い数値出てるけども、まあ日本ハムとどっちかが最下位だけども、ロッテの方がちょっとポイントが高いよ、最下位になるっていう。それが結構驚きですね。そう出てんのよ。これはいいの発見したね、俺は。まあこれもう去年ぐらいからやろうとずっと思ってたのよ。思ってたけど、なんせね全部俺がしなきゃいけないから面倒くさいんだよ、総チェックもしながら。家でこのデータひたすら書いてるのすごいと思います。22年分も。だから皆さんね、最後までぜひご覧ください。まあなんで選ばれたかはね、近日公開予定です。はい、ちょっと待ってください。はい、もやっと